はい、こんにちは。医師でマインドフルネス講師の上田正史です。今日も独り言動画を上げていきたいと思います。今日はですね、この今読んでいるフルカタストロフィーリビングっていう本があるんですけれども、このタイトルについてちょっと気づいたことがあったので、その話をしようかなと思います。この本はですね、改訂版になるんですね。英語の改訂版で、初版の方はですね、日本語訳も出ていて、その日本語版のタイトルは、マインドフルネス・ストレス低減法っていうタイトルなんですよ。で、なんでそのタイトルになったかというと、主にですね、ここの表紙にも、英語版の表紙にも書いてあるように、マインドフルネス・ストレス低減法ですね、MBSR っていうプログラムが、結構メインのテーマになっている本なので、日本版は総訳してあるんですけれども、このフルカタストロフィーリビングっていうタイトルはですね、著者のジョン・カバット・ジンもすごく思い入れがあるタイトルのようでですね、イントロダクションのところで、第2版のイントロダクションのところで、何度もですね、カタストロフィーっていう言葉が入っていないタイトルも考えたんだけど、でもやっぱりこのタイトルを、が頭から離れなくて、このタイトルにしましたっていうようなことを書いてるんですよね。で、そのフルカタストロフィーリビングっていう、そのカタストロフィーっていう破局とか大災害とか大惨事とかいう直訳になるかと思うんですけど、そういうタイトルでは売れないんじゃないですかって編集の人からも言われたみたいな話もあったりして、でもその、タイトルを選んだということなんですよね。で、これ日本語に訳すとどうなるかなって、結構多くの人が考えてるんじゃないかって思うんですよ。大惨事に満ちた人生を生きるとか、例えば、でも大惨事って言うとやっぱ重すぎるのかなっていう感じもするし、どんな風に訳すのがいいんだろうっていうことで。でですね、日本語版の方の本文の中には、このカタストロフィーを厄介事っていう風に訳しているんですよね、確か。で、フルカタストロフィーリビングで厄介事だらけの人生を生きるとかだったかな、そういう感じで訳されているんですよね。なんかどうかなって、厄介事なんかもっといいのないかなとか、なんかいろいろと考えてたんですけど、この前ですね、ふとなんかこれタイトルの訳としては微妙かもしれないけど、ニュアンスが近い日本語を見つけたんですよ。それがですね、なんか僕が、自販機でジュース買おうと思って自販機のとこに行ってたら、近くで2人ぐらいの人が話しててですね、でなんかその詳しい内容は聞き取れなかったんですけど、人生いろいろありますよねみたいな感じで言ってたんですよ。それがすごい僕にしっくりきて、人生いろいろあるっていうのは結構なんかニュアンスが近いなって思ったんですよね。人生いろいろあるっていう発言をするときって、なんかその人生にさまざまな困難なこととか嫌なこととか辛いこととかが起こるんだけど、でもそれでもなんとかやっていこうよみたいな、ちょっと意思もある気がしませんか。そういうニュアンスが心の中に、人生いろいろありますよねってすごい、ここで言うフルカタストロフィーリビングが持ってるニュアンスに近いのかなって思っていて、このフルカタストロフィーリビングっていうタイトルって、もう本当大惨事だらけの人生でどうしようもないみたいな感じではなくって、人生には様々な困難が起きるけど、その中でどう生きていくかみたいな、それでも生きていく、行く時にどういう風にやっていけばいいんだろうみたいな、ちょっと前向きなニュアンスもあると思うんですよね。ちょっと前向きなニュアンスもあるカタストロフィーだと思うんですよ、僕が思うに。なので人生いろいろあるよねみたいな、その言葉ってなんかこう言外になんか、前向きなニュアンスが入っててすごいいいなって思いました。日本語にもそういう表現あるんだなって思って、これ不思議だなって思うのは、いろいろあるって別に悪いともいいとも言ってないじゃないですか。でもなんか嫌なことが起こったんだなっていうのがなんか伝わるし、さらに
それに屈してもないんだなっていうのも伝わるっていう、すごいなんか日本語の深みを感じる表現でしたね。シンプルな単語ばかりでできている表現ですけど、まあ、その時にその人が発していた言葉の抑揚とかのニュアンスも含めて僕にそう感じさせたんだと思うんですけど、まあ、人生いろいろあるよねみたいな。 でもそれってこのタイトルに「人生いろいろあります」みたいなタイトルに和訳しちゃったらそれはそれでどうかと思うので、タイトル自体には採用できないかもしれないんですけど、まあそういうふうに感じたっていう 話でした。今日はいつもよりもまとまりがなくて取り留めなくやってますけど、まあちょっとこんな感じで、続けていければいいかなと、ゆるゆるといければいいかなと思ってます。今日でね、30回ということで、なんとか続けてこれました。まあ、これからもね、時々休んでしまう時もあると思うんですけど、自分のペースで、やっていきたいと思います。もしよろしければですね、チャンネル登録をしていただけたりですね、こちらの方からいいねボタンを押していただけると、動画投稿の励みになりますので、よろしくお願いします。というわけで、今日は長くなりましたが、これで終わります。失礼します。